帰ろうとかできない、話しかけないといけなかったから、 そのドアのところに。でそしたら隣の人が守ってくれた。これはあの壮絶なあのドラマ撮影ですから、どうぞ楽しんでくださいって、パパ語でどうぞ楽しんでください、このエンターテインメント。そうだから私は普通に食べてた。私は未来に向かって自分のことがもっと好きになる。私の未来が分かる。それが私の最高の。怖い、なんか。いやだからうちらってめちゃくちゃ運がいいんだよ。ここに生まれた瞬、日本に生まれた瞬間に。じゃあビビっちゃダメだよ。ビビったらあのつけ込まれるからね。堂々としてないと、やっぱそこの土地の人みたいに堂々としてないと。まゆ前お経流してたよね。流してたよ。あの一時毎日お経聞いてた、病んでた時。世界で一番あの治安がいいのがアイスランドだっけな。アイスランド、なんか癒されるんだよね、あのお経って。眠くなってくる。なんかね、なんだろうね、運気の明るいお経。そうそうかが、私そうかじゃないよ、自分の親がどっかの宗教の入ってる。でもしかしたら私も入れられてるかもしれない。なんか勧誘すればするほどなんかこう敷居が高くなるんだって、そのそういう世界って。だからね、家族みんな入れられてると思う。なんか名前をなんか多分刻まれてると思う。なんつうの、なんかこう紹介すればするほどなんか救われるんだって。自分がおかんが言ってた、人を助けたってことになるんだって。まあいいんじゃない、それで本当に自分が幸せって思ってたら、まあそれでいいんじゃない。いや、ね、本人はそういうネズミ講とかしてるつもりはないんだけど、本人はいいことしたって思ってる。でもさすがに私怒ったことあるよ。あの 3.11 の時あったじゃん。 3.11 のその大震災の時、その時におかんと喧嘩した。おかんがね 3.11 の時に行って勧誘しまくったんだよ。でみんなやっぱね病んでるから結構ねあの勧誘が成功したみたいで、たくさんの人を救って帰ってきましたとか言って、お前やばいぞ頭って揉めたことある。このキチガイってマキは何も分かってないって。いや私もう家一回家帰るだけ。でも本人はいいことしてるって思ってるしね。つけ込んでないんだって。その救おうとしていいことしたなって。そう、悪気ないからね。ちょっとそうなんだよね。で洗脳されやすい、私も洗脳されやすいのかもしれない。占い好きだしね。そういうスピリチュアルが好きなんかもしれない。その環境的に、うちの姉もそうだから、なんかお金払ってるよ。なんか
相談、恋愛相談の占いじゃなくて、なんかそれはなんかね、なんか心理学を、学んでるそういうサイトがあって、その恋愛相談のなんかスペシャリストみたいなサイトがあって、そこでお金使ってたりしてる。私は占い派だからそういうの興味ないけど、うん、韓国来て占い行ってないまだ、うん、今日のホテルここだよ、うちのホテル。ただね、うちではちょっと配信できない。ここはちょっと、とりあえず帰ってまた昼間から配信しようかなって感じ。また後で観光で昼間やろうかな。まいちゃんの知ってる占い師、もう今もうずっと占いしてない。占い飽きちゃった、もう飽きた。好きだったけど今ブーム来てない。いや配信 NG とかじゃなくて、あのちょっとね狭すぎちゃって、ちょっと圧迫する中で部屋の中では配信できない。これはなんか芸術？なんかすごいこれ芸術っぽい。飾られてる。美術館みたいな。なんか売ってるわ。いや分からんけど、こういうのになんか感じたり、インスピレーションとか私にはちょっと分かんない。古典わかんない、ピカソなんか。あ、なるほど。さっきカフェ、これこうカフェなんだけどさ、つながってんだ、カフェと。ここがうちのキッチンですね。さっきも紹介したんですけど、うちのキッチンすごい綺麗。綺麗でしょ。そう、自由に使える。うちのホテルの方が、おはよう。さっきね、海辺配信すごい気持ちかった。また明日も海辺散歩する。なんか工事やってるみたい。工事やってるみたい。ここはね、全部共有スペースで、部屋もちょっとねゲストハウスっぽいね。ちょっとゲストハウスっぽいからさ、喋りづらい。ちょっとトイレ行きたいな。トイレ、トイレ行きたい。ずっと我慢した。多分ここゲストハウスけども、綺麗だよすごい。
きでしょ。ちょっとシャワーがしっかり綺麗で、久々こんなに綺麗な環境はね、まあ寝るところぐらいしんどいのは。で、さっき洗った3時間前ぐらい。お部屋狭いんだもん、喋れないし。本当にあれだね、いろいろ調べないとな、ネットで調べないと。ちょっと待ってね。お部屋はリエハウスの方が広い感じ。そうだね、若干ね。3、まあでも どっちもどっちかな。だってお風呂ついてな、まあ、若干ね。いや、トンスルを聞いたの。トンスル飲みたいって言ったら、何それって言われたから、トンスルってそんなメジャーなものじゃないのかもしれない。トンスルっていう、知らないって言われた。なんか赤ちゃんの糞だって。赤ちゃんの、住んでるけど見たことない。そう、あの現地のリスナーさんがいて、その人も言ってた。トンスルって何、初めて聞いたって。それは多分大昔の薬用種なんじゃない。今は韓国で一人だけしか作ってないって言ってた。なんかね、薬用種なんだって。漢方なんだって。そうそう、タイトルよ。なんだろう、釜山のお土産って。なんだろう、釜山のお土産って食べ物だよね。何を買ったらいいんだろう、釜山って。ちなみにプサンの方が、あの、優しい。みんなが優しい、あったかい、リエに貢ぎすぎ。お金ないな。そうだ、あれね、私キャッシングね、やってなかったわ。あ、コメント嬉しいです。コメント、あ、右下のアイスボタンもお願いします。もうだからメジャーじゃないって、トンスルは、うん、いいやね。まあ別にいいんだよ、何でも喜ぶ、食べ物だったらね。え、お刺身とか。まあでも腐っちゃうわ、遠いもんな。あ、ちなみに私やっぱりね、髪の毛伸ばすことにした。髪の毛、私やっぱりロングの方が似合ってる気がする。なんかロングの方が映える。あのメイクした時にロングの方が映えると思う。
なんか女の子らしいというか。ないかな。あ、あのこれさ、あのたくまくんが見せていいよって言ってたから見せてもいい？この服めっちゃ可愛くって。この服めっちゃ可愛くない？うん。めっちゃ可愛い。可愛すぎるよね。似てるよね、顔ね。え、これ初めて見したよ。初めて見した、これ。あ、見せてたんだ、みーく。かわいいっしょ。タトゥーなんもないよ、タトゥー。マジかよ。俺が見せたかったな。福ちゃんかわいいね、福ちゃん。うん。福ちゃんが。福ちゃんがね、大好きだから。まあ私髪の毛ね、伸ばすことにした。髪の毛ロックの方がやっぱ女の子っぽい、隠さなくなって気持ち的に楽になった。ずっと言いたかったから。やっぱね、そうだね、前のロング懐かしいっしょ。メイクしてたらロングの時の方が漏れてたと思う。あのショートの時はすっぴんの方が漏れるけど、うん、メイクの時の方が、あ、ロングの方がメイクがもうなんか映えてた。なんかほら、ショートの時より映えてない？ロングの方が。うん。ロングにしようかな。また。ショート飽きちゃった。飽きちゃった。ロングもまた見たい。でも私エクステはしないよ。テンパだからさ、しんどいんだよ。いや、なかなかあのメイクしてる写真がなくってね、あきこママの店のしかないんだよ。前髪まだ生えてこないからさ、前髪ショートもどんな感じなのかちょっと楽しみだよね。楽しみ。前髪今ちょっと無理かな。今こんぐらいじゃない？多分。今こんぐらい。伸びたよね。だいぶ伸びた。やっとここまで来た。めっちゃ伸びた。そう、1ミリまで。やっとここまで来た。2月だっけな、3月だっけ、いや4月だったっけな。だって下ろしてもさ、前髪短いからさ、これ楽だし。3月、まあ、半年かかったね、ここまで。おでこが長いから。
明日下ろしてみようかな。いいね、縛るとね、髪の毛って伸びるらしい。縛ると。あ、539ナイスありがとう。ありがとうございます。おでこが広いからね。アンプレがつけたあだ名ボブヘアの時卒業だね。そうだね、なんかあだ名つけてくんないかな。あ、ねるねるちゃんありがとう、ありがとうございます。なんかあだ名欲しいな。どうしよう。あ、なんかさっき海行ってきたやつリスナーさんが作ってくれた。さっきあのビーチ散歩してた。すごいこう気持ちが晴れやかになって。あ、これいいじゃん。これこの写真いいの。これいいの。ありがとうリスナーさん。これツイートしよう。ありがとう。海は心清くなる。なんかこう晴れるね、心が。ピンク頭と撮ってないよ。撮ってない、誰とも撮ってない。あのなんか芸能事務所のおっさんとも撮ってない。返してないもん。優しいよ、結構送ってくれるリスナーさんが。ピンク頭、彼女いるし、まあチャラそうだよね、すごくチャラそう。で、今回私がなんかいい人に出会ってないじゃん、そういうアンブレラみたいな。あ、恋来るみたいな。これ来ないってことは運命なんだよ、たくまくんと。絶対に運命ってこと、出会っちゃいけないってこと。完売は友達だもん。だって、あ、皆さんあと5分で終わるんで最後にあの押しといてね。また昼間からやるけど、うん、よろしくね。そう、ピンク頭ね、はあのカメラから隠れてずっとこうやって手をこうやってに握ってきたの。隠れて配信に映ってないところで、あのこうやってここでこうやって映ってないところで恋人つなぎしてきた。やれるって思ったんだろうね。あ、そんな簡単な女じゃないから。いや本当だよ、それ見てる人いない。私簡単な女じゃないよ。だからその後、じゃあねって解散した。彼女いなくてもなびかないよ。だってその時あの 100% 私がバイバイって言ったのね。あ、このなんでバイバイって言ったかって、あ、このあとこの人私とセックスしたそうだったんだよね。でもあの拒否ったの。じゃあねって。そんな簡単な女じゃないから。最後ちょっと寂しそうだったじゃん。寂しそうっつうか、やれないんだみたいな感じだろうけど。なんでわかるの。わかるでしょ、私の頭舐めてたからね、こうやってとか言って。うん、ぶっちゃけキモいなと思った。それも
あったよね。なんかエアペロみたいな、なんかあったよね。私ナナちゃんの髪しか舐めたことない。ナナちゃんいい匂いだった。女の匂いした。女の、まあ、とりあえず今日はまた昼間から観光しよう。観光配信。あ、姉さんのも食ってたっけ、カツラ。あ、そうだ、姉さんにさ連絡してみようかな、元気って。連絡してみようかな。なんか心配だよね。え、なんかさ1週間だけ休むって言ってなかったっけ。もう1週間経ってるよね。大丈夫なのかな。まあそっとく、そっとしとくか。あ、期限決めてないんだ。うん、なんかリスナーさんの方にね言われる、連絡してみてほしいって。なんでマユタっていうの？わかんない。甘えてんの？甘えたくなるとき自分のことマユタっていう。わかんない。嘘ハトなのかわかんないけど、1週間とか。じゃあ皆さんちょっとね、お部屋に戻りますね。お部屋に。今日の今10時とかっしょ。また後で観光配信するから、また後で来てください。で、最後に右下拍手ボタンお願いします。右下拍手ボタンお願いします。最後に、よろしくお願いします。あ、カムチョンナマル観光系、まあ来たって言わないけど、うん、ありがとうございます。あ、567ナイス、ありがとう。今日も1000ナイス目指してるからね。第3期ナイス。